今日はバンドソーのブレードの交換をします。10ミリブレードを取り付けます。ブレードを取り付けました。ホイールを手回しして、多少後ろにずれてます。このノブで奥へ送ります。次はブレードガイドの調整です。
このローラーベアリングは2枚ぐらいですね。ここもペーパー2枚。ここは刃先よりも下がってなければなりません。これで増し締めをして ブレードガイドの調整は終わりです。テーブルをセットします。Thank you.
カバン下場の隙間が多すぎます。下からのエアの流れが止まりました。次はブレードの裏刃の研ぎです。ここを R 面を取ります。これによって R 角がたやすくなります。
まだ角が立ってます。かなり囚人されてます。角を研げばこのぐらいの R は比較的容易に切れると思います。